ここは丸山動物園が近いですね。今年動物園行った？動物園行ってないの？動物園にいる動物で一番好きなのは何ですか？ゾウさん好きな人。ライオン好きな人いるね。ワニが好きな人いる？いるんですね。私も好きです。まあ、変化出たりします、ね。はい。動物園の歌を歌おうか。ね、動物園の歌。幼稚園ではやってたんですかね。中川博隆さんがやってる曲ですよね。明日は日曜日、動物園に行きたいな。
おじいちゃんというかですね、堀井正次郎さんという、皆さん宇都内湖って知ってますか？苫小牧にあるんですけどね、宇都内湖のところに、ビビ川という川のほとりに住んでいた、堀井正次郎さんというおじいさんの歌を歌ってみたいと思いますね。ビビ川、宇都内湖に注ぎますビビ川なんですけどね、私はそのビビっていう音とですね、ミシシッピっていうシシっていうところにちょっと似てると思いまして川の規模は違いますけれども、ビビ川とミシシッピ川をですねくっつけてみたんですが、Take me back to my Mississippi River home という古いアメリカ の曲があるんですけどもね、それに、歌詞をつけてみました。やってみたいと思いますね。堀井正次郎さんを歌います。ビビ川の家、帰りたい連れてってあのビビ川の家、
Yeah.
数ヶ月で還暦を迎えるというそうですよね。あとね、12ヶ月、あと12回、あ、そうか59歳になったばっかりですね。私は58歳ですからね。しかも生まれはですね、1960年代です。彼は50年代生まれです3ヶ月しか違うんですよ。
このお方、だいぶこのお方の歌を歌いましてね、いろんなところでご覧になったと思うんですけど、今年はね、生誕200年、生まれて200年の年なんです。このおじちゃんが200年前に生まれたんです。200歳。はい、200歳ですね。今もご元気でそんなことはないですが、200年前に、それで5、60歳の時にですね、北海道に名前を付けました。北海道という名前を付けたというんでね、北海道の名付け親ということで、今年はそのキャンペーンが随分ありました。命名したのはね、実は来年なんですよ。今年は命名149年、来年150年ぴったりなんですが、松浦武四郎さん、今年はその、キャンペーンに乗じまして、いろんなところで私もこの方の歌を歌わせていただきました。とても私好きなんですよね。北海道博物館で展覧会ありましたので、ね、松浦武四郎展、もちろん行きましたけど、三重県松阪市にあります彼の生家を訪ねですね、武四郎記念館というのが三重県にありますが、そこも私行ってまいりましてね、松浦武四郎さんの歌を歌ってみたいと思います。民族共生の人なんていうふうな言われ方もいたします。アイヌ民族を敬い、アイヌ民族と共生をしようと、明治政府もそうすべきというふうにね、強く訴えたんですけれども、そうはならなかったのでね、失意の、ままですね、北海道をまた来ることはなかったということなんです。武四郎さん旅日記。武四郎さん、武四郎さん、また来てくださいね。武四郎さん、武四郎さん、名付けてくださいね。生まれは伊勢の国、今の三重県松阪あたり、遠い伊勢参りの旅人と触れ合い育っていつしか膨らむ旅心。北の島に渡り続るよ旅日記。武四郎さん、武四郎さん、また来てくださいね。武四郎さん、武四郎さん、名付けてくださいね。指さしその名を尋ねては、小さな筆で書き留めて、何度も何度も読んではその名を確かめる。旅を導くはアイヌの絵かし。武四郎さん、武四郎さん、また来てくださいね。武四郎さん、武四郎さん、助けてくださいね。月の明かり映す川に浮かべた丸き船、武四郎さん、また来てくださいね。武四郎さん、武四郎さん、名付けてくださいね。先住民族の
尊い暮らしを奪っては決していけないと願いを込めて名付けたその名も北海道。
コーヒーあげる。ですね、ヒーラグっていう喫茶店がね、札幌ファクトリーの地下鉄バスセンターを降りてファクトリーに行くちょうど真ん中ぐらいがありましてね、そこでよくライブを使わせてもらうんですけど、アイリッシュコーヒーというメニューがありましてね、あれですよ、コーヒーにウイスキーを垂らすんですね。垂らすぐらいだったら可愛いんですよね。ウイスキーは多めに頼みます。30周年記念、全国ツアーミュージシャンに捧げました。アイリッシュコーヒーありがとうでございます。お疲れ様でございます。それではそろそろ小さな子たちに歌おうかなと思ったんですけどね。この間地震があって小さなお子さんたち怖かったでしょう。さすがでございます。停電になりましたね。長い時間停電になりました、ところがおじさんたちは大丈夫だったんです。なぜならハムスター発電所だからです。ハムスターの発電所、本日は見学ありがとう。幼稚園の可愛い皆さんをみんなでお待ちしてました。所長の私も嬉しいです。でも何よりハムちゃんたちが喜んで元気に小さな車をどんどん回しています。電車の裏山の畑の用水路をご覧なさい。あの水が枯れずに流れているのは向こうの森のおかげです。用水路にいつも並んでる大きな水車が見えるでしょう。実はあの水車はハムちゃんたちよりたくさん電気を作ってます。いつでもいつまでも可愛い小さな皆さんの柔らかな未来に幸あれと。ハムスターの発電所、本日は見学ありがとう。皆さんのおうちに不便な不安はもう残したくないから。皆さんの不安や危険や不安はもう
閉じたくないから、今が流れている、とてつもない熱に満ちてます。お月様の引力は海の水を引き寄せては戻し、潮の満ち引きは大きな流れを作り渦を巻く。この星は生まれた時からずっとずっと回り続けてます。自転の速さは赤道で時速 1700km です。この速さは大気の大きな流れを地球の周りに作り出し、ほんのちょっと使うだけでもう十分なエネルギー。ぐる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 回るよ、いつでもいつまでも。ありがとう。皆さんの未来に危険や不満はもう残したくないから、ぐる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 回るよ、いつでもいつまでも。青い小さな皆さんの柔らかな未来に幸あれと。見学ありがとう。皆さんの未来に危険や不安はもう残したくないから、皆さんの未来に危険や不安はもう残したくないから。
トンビがくるりと飛んでた。おおおおおよまごよ、その先の人々よ、見えるかよ。へへへ、おおれれれいみち、私が出会ったあたり、おお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 という間に30年が経ちますけども、いろんなことがあったってことですね。そんなわけなんですよ。今日は本当にたくさん来ていただきまして、我々も30周年を祝っていただきまして、ありがとうございます。最後の曲にしたいと思いますよ。30年なんてあっという間という曲ですね。では、子羊幼稚園の皆さん、園児の皆さん、お父様、お母様方、それから、ストールおなじみの、音楽好きの皆さん、本当に今日はありがとうございました。それから、こんなことを30年間もですね、やらせていただきました。今日も来て、くれております私たちの家族にこの場を持ちまして日頃のご迷惑を慎んでお詫び申し上げたいと思います。どうもすいません。クイックワルツです。 1, 2, 3, 1, 2。半年過ぎてた。一年なんて早いね、なんて早いね、なんて早いね。ふと気がつ1年過ぎてた。10年なんて早いね、なんて早いね、なんて早いね。気がついたら50過ぎてた。あと何年で還暦だ。なんて早いね、なんて早いね。孫ができてた。父も母も祝わなく。なんて早いね。
ったあの動物からやってみたいと思いますよ。その後で、こちら川中さんたちの歌を歌いましょうね。では本当に今日はありがとうございました。最後まで。
可愛いですくださいね。最後は俺はクワガタムシだ。Thank you.
先生が生まれる前から歌ってください。